はい、よろしくお願いします。今回は数三の中間値の定理やっていきましょう。で、今回この2問やりますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、中間値の定理っていう新しい言葉が出てきてるんですが、この問題やったらわかります。今までの知識と変わらなくねっていうテンションになりますんで、まあ、そんな肩の力を抜いてね、聞いてもらえたらと思うんですけど、まず1番は方程式がま、与えられてますと。で、区間が決まる、区間っていうかね、範囲が決まってて、そこで少なくとも一つの実数解を持つことを示しなさいという問題です。で、やり方としては、2番みたいにイコール0になってればこのままで構わないんですけど、なってない場合は片方持ってきてイコール0にしてください。で、イコール0にしたものを fx とかって置いてください。今2を左辺に持ってきたと考えると、 x、プラスログ2x マイナス2、これを fx と置きます。で、おそらくこの中間値の定理の問題は途中式を書かされるので、こう置くと、そうすると、まあ置くとにしようか、置くと、大事なのはここで fx、 今1から2の範囲ですよね。それを一応平区間ってことは、まあいいか、平区間の1から2、この部分で連続ですよっていう。っていう一言を入れてください。これなってますから。だいたいこう範囲を指定されているので、その区間に関して連続だよねって一言が必要になります。で、なんで必要になるかっていうのは後ほど話します。もちろんちゃんと調べてもいいんですけど、これ、まあログとかね、ありますけど、切れないからね。1から2の間、切れる、あと切れる場所がないので、まあ、平区間1から2で連続だよって。これちゃんと平区間にしてください。で、その後調べることは、今、この1と2って場所がポイントなんですよ。で、その、まず1を使って F1 を出していきます。つまり X のところに1を代入する。そうすると、1プラスログ2、1は0なんで、0-2、つまりこれマイナス1になります。で、もう一個2の方も調べます。F2。調べると、2プラスログ2の2は1なんで、1マイナス2となって1になりますと。まあ、この計算はいいですよね。さらっとね。で、この上の方は、まあ、見てわかるように、負になってると。こっちは正になってると。ここまで書かなくても大丈夫ですけどね。で、これが正負になってるので、正と負別のものになってるから、このね、一言を入れる入れないはね、なんか先生によってだいぶわかるらしいんですけど、まあ一言抜いてね、減点食らうのも嫌なんで、一応入れておきます。そのね、今回のタイトルになってる、中間値の定理よりと一言入れて、もうこれで終わりです。方程式 x プラス、ログ2x、もともとはね、イコール2は、1から2に、少なくとも、一つの実数解を持つと。これで終了となります。で、何やってるかっていうと、その実数解って今まで出てきてますよね。で、例えばその方程式、関数か、まあ、関数でいいか、方程式が与えられてるときに、そのグラフで考えたら、例えば、区間をね、気にしなくていいときに、実数解1個持つって何かっていうと、x 軸に交点持ってれば、ここが実数解なわけですよ。ただ、2次関数みたいに、で、上に浮いちゃってますよとか、下にね、潜っちゃってますよっていうのは、x 軸と交点を持ってないんで、実数解がないっていう状況になります。これは今までやりましたよね。で、その、今はこのことを使っていて、ちょっと消しますね。1番は1から2っていう範囲が決まってますよね。で、じゃあ、1の時と、まあ、x がね、
の時がありますと。で、調べたら、1の時は負なんですよ。まあ、どっかわかんないけど、まあ、この辺だね、負だね。になってて、2の時は正になってると。こうやって。で、この間がね、どんなカーブを描くかわからないけど、下に潜ってるところと上に行ってるところ、どう繋いだって絶対に交点がありますよね。X 軸に。で、しかも、その区間1、2の間で連続だよって一言をちゃんと入れてるんで、どこでも切れてませんよって。もし、こんなんなって、ここで切れてこっちに飛びますよみたいな関数だと、どっかでね、その X 軸と交点持たないことが起こり得ちゃうんですけど、ちゃんと連続だし、そのね、まあ、上と下、正と負になってるから、絶対 X 軸と交点持つじゃん。それが中間値の定理だよっていう。で、中間値の定理っていうのを使ってますけど、今までやりましたからね、これね。交点があって、実数回持つみたいな。10回とかいろいろやりましたから。まあ、その時とね、イメージはあんま変わらないんですけど。まあ、この単元でやるときはこういう感じで、ぜひ解いてもらえたらと思います。じゃあ、2番。もうね、方程式与えられてて、まあ、少なくとも一つの実数解を持つことを示せと言ってるんですけど、範囲がないんですよ。X のね。で、その時どうするかっていうと、自分で決めます。もう範囲を。で、まあ、やることは一緒なんで、ちょっと待ってね、すんごい花粉が今日まずくて、くしゃりが。X4 乗、これはイコール0になってるから、そのまま行きましょう。-5X プラス2と置くと、で、ここの区間なんですが、言ってしまえばこっちのことをね、ちゃんと頭の中にイメージできれば、その正になるものと負になるものがちゃんと区間になってればいいと。で、これまあログとかややこしいもの入ってないから全部連続になってるから。X、多分4次式だからね。そう。4次関数か。になってるから、切れてないんで、まあどこでもいいと。で、ただ、その2つの数字を入れて、正と正とか、負と負になっちゃってると、その後書けなくなっちゃうから、そこは自分で調べます。で、例えば、まあちっちゃい数字が同じだったら、1と2とか。で、入れといて、1を入れるとさ、これ計算すれば、-2になると。2を入れると、0か。これまずいな。1と2でまずいんだ。じゃあ、まずいよね。まずくない。ごめん、まずくない。4、16か。だから、テンパった。8か。だから、正と負なってるんで、あ、このままじゃ書けると。なんで1と2でいきます。今回はね。と、連続で、あると。で、あとは同じです。F1 の時入れると、1-5+2なんで、-2。まあ、一応負になってますよ、と。で、F2 を入れると、さ、ここ間違ったな。16だよね。合ってるよね、俺。OKOK。-10+2。つまり8か。で、正になってるんで、あとはね、同じです。ちょっと待ってくださいね。中間値の、定理より、方程式だから、X4乗-5X+2=0。は、少なくとも、今回範囲が指定されてないので、どこでもいいから1個実数解持ってることを言いたいだけなんですよね。だから自分で範囲を指定してしまえば、1から2の間にこう今ね、実数解持つこと分かってるんで、じゃあ1から2で持ってれば、全体で考えてもね、少なくとも1個持ってるでしょっていう、という感じで終了というふうになります。この出題のされ方としてはいろんなパターンがあって、例えば、今ちょうどね、手元にあるやつだと、そのね、方程式、何かが与えられてて、じゃあ2より、小さい、正の解を持つようにと。言われた場合どうするかっていうと、まず2より小さいからさ、区間の右は2ですよね。2より小さいとこだから。じゃあ左いくつでもいいから好きな数字入れるかって行きがちになるんですけど、これ正の解なんで必ず0で止めます。そうすればグラフの0から2の間を考えてその間に持つわけだから。どっかに。そうすると正の解でしょ、絶対。
でもこれを2からマイナス5とかに持ってっちゃうと、マイナスの部分の解、負の解になってる可能性が出るんで、罰になっちゃうんですよ。だからもしこういう出題をされたら、あ、02で行こうと。で、またやること一緒だからね。F0 と F2 を調べて、正と負が別になってるよと。じゃあ中間値の定理で OK ですよね、という流れでですね、解いてみてください。では、今回はね、中間値の定理やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。